ってない。ってか有利してないっす。また？はい。何してんのあいつ。1時間ぐらい。多分さ、本当は来たくない。根底の理由あるでこれ。次のステージとか自分が目立てる枠ってどこだろう。ビジョンがうまく見えなくて。俺は会長って立場で見なきゃいけない人はたくさんいるかもしれないけど、前提全員俺の子供だと思って測ってるから。率直に言います、めちゃめちゃ行きたくなかったです。それなりの地位に立ってるはずなのになぜか自分がちっちゃくなってるのか、なんでこんなにちっちゃくなってるのかなって。すまなかった。いや、おはようございます。おはよう。じゃあこれからどこに行かれるんですか。これから福岡、はい、2年ぶりの社員旅行で、今ねどの子と会話しようかってリストアップしてる。で、幹部だけでも30人以上いるから、そこ考えたら30人と2日間で喋りきるって難しくない？そうですね、うん、今のうちからもう誰と喋るかとどこに行くかっていうのをリストアップしていかないと間に合わないから、イグドラシルをもう一度作り直すってなったら、普段は社員旅行はもうそっちでやってよって思ってるんだけど、今回は俺行かないと無理だなと思って今ねスケジュール組んでる。それくらい今幹部社に力を入れるっていう。そうだね、ちょっと2年ぐらい地方でエネルギーかけちゃったから、ここから一気に歌舞伎町に力入れ直すかな。札幌、大阪にあるということですね。そうですね。ついにユグドラシル福岡ですか。絶対やるとは思ってないというか、もしやるとしても、この人がいれば大丈夫っていうのがあったらやるかな。任せられる人ってことですね。そうだね、はい、これからどこに向かうんですか。これから宴会。宴会ってめちゃくちゃ人数多いんですか。そうだね、宴会場2つあるらしくて。最強じゃないですか。はい、それでは2年ぶりに社員旅行に来ました。やっぱチク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 改善指導はしていくと思うけど、全員に売れてほしいと。まだまだ売れるっしょと。大金持って帰ってほしいから、もっとでっかい金稼げると思って来てるやつらばっかりだと思うから、まあよろしく頼みます。それじゃあ乾杯。乾杯。で、いや、てか有利してないっす。また？はい。有利してない。何してんのあいつ。1時間ぐらいちゃんと来てはいるんでしょ。でも来てはいるしけど、あ、じゃあ旅行自体。ああ、はい、来てる。何してんのあいつ。寝てます、寝てます。あいつの部屋番後で教えて。叩き落としに行くわ。そしたら俺あっちの会場行くわ。お疲れ。うぇーい。あ、落ちていい。そっち、皆さんこっち。うん。結構弱くないんで、ちょっと誰かずらしさないと。この後女の子にまず連絡を徹底するように。そこ最優先ね、はい、うん、常にホストであれ。もちろん楽しむなとは言わないね。ただあくまでこれは絶対にするよって女の子と約束したことをやってから自分の時間を作ってください。はい、はい、どこにいても一緒です。以上で、はい、うん、お疲れ。はい、レン、有利の部屋番教えてくれん。うん、じゃあ送っといて。多分さ、本当は来たくない根底の理由あるでこれ。何か引っかかってると思うよあいつの中で。ちなみにでも自信はないみたいです。やっぱりそのいろんなことをやる、売ることはあるっすけど、いろんなことをミスらない自信だけが若干泣けないらしくて、ちょっとそこじゃねえ。あいつは主役になりたいのになれなかった。レンと右京と真央の下にいて、今でもあの数字を打ってやらせてあげる機会がなかったのが問題な気がする。心の中で俺はダメな方がいいって思っちゃってるんだと思う。
とりあえず一度話してみる。はい。これからもうゆうりさんの方に。あ、俺が行ったところで変わるのかって、2億売ってるホストが思っちゃう時代が問題だよね。だらしないふりをしてる。昔はあんなんじゃなかった。それで終わってもらっちゃ困るかな。あ、うん、ただ今一回自分の気持ちと自分の在り方を整理する時期だよね。うん、俺の中では本当は違うんだけど、うん、彼自身が自信を持たなきゃいけない。まあちょっと強引なんだけどね、こんぐらいがちょうどいいでしょ。はい、お願いします。おはようございます。はい、今さっき起きてちょっと今 LINE を開いてる。僕何回電話したかな。3回電話しましたね。なんですぐかけてくれないの。いや起きて迷ったっす。やばい、やらかしたと思って。うん、ゆり、はい、夜中空いてんの。夜中、はい。完全に起きたら連絡して。はい、できる。できます。あ、俺起きてるから完全に起きたらどこかで食事しよう。はい。あ、すいません。お疲れ。まあ実際ちょっとメンタルが来るんだよね、打ってね。うん、ちょっとそこまで言うなやと。ほんで思うよ、やめてや、俺もメンタル苦しいって。うん、だから、うん、まあ具合は悪くはなるよ。家帰って吐いてる時も多々あるよ。うん、でもそこじゃないじゃん。ただただ相手の本気の叫びを俺だったら受け止められるよ。それだけじゃないこの仕事って。おいっす。帰る。今化粧してました。あ、行くぞ。はい、急ぎます。でも、ゆうり。はい。もう、閉まっちゃったよ。高須川原じゃん。受け続きです。おー、コンビニで買ったら今しかやることないじゃん。はい、酒ちょうだい。おっす。すみません、待たせてしまって。です。ん、なんでそんな感じなの最近。やっぱ気持ちが下がってます、ね、出たところで意味あるのかだろ。ああ、あながち間違ってないかもしれないですね。俺が悪いな。いや、そんなことはないですか。なんか自分自身も悪いところがあってなんかなんかやれます、やれますとか、やりますとか結構大口叩いちゃったんで、結果、それが自分の首を絞める名前になってしまって疲れちゃったなみたいな感じだったとか、っていう部分が周りも、有利も気づいてないんだよな。これだけ大きくなりましたよ。今までの関係が当たり前に続くと僕は成長してる。なんとなく、ここまで大きくなったのにこれかよ。なんだろうな、今やっぱり自分の発言権、うん、やっぱりそこまでないのかなって思っちゃったりとか、うん、やっぱりそれなりの地に立てたはずな、立ってるはずなのになぜか自分がちっちゃくなってるのかな。なんでこんなちっちゃくなってるのかなって感じですかね。今日は起きれなかった。起きるのが嫌だった。いや、本当にちょっともうなんか率直に言います、うん、めちゃめちゃ行きたくなかったです。うん、だろうな。よく頑張ったな。よく頑張ったな、今日。この一言言うの2年我慢した。逆によく辞めたいの一言今まで言わずに続けてたな。まあ2年ほったらかしといてそれを言いに来たのも申し訳ないんだけど、
今日から一緒にもう一回運動してたんで、うん、すいません、ありがとうございます。少し考えてみて。はい、いえ、そうです。悪かった俺だよな。任したとかこのままだったらできるだろうと思って、ほったらかしだ。そんなことあるんですけど、どうしていいか分からなくなっちゃった。すまなかった。いや、チームはメンバー育てるじゃないですか、うん、まあ、で、周りはユーリさん、ユーリさんってなってくれるのめちゃめちゃ嬉しかったんですけど、うん、まあ、チーム解体しちゃうじゃないですか、うん、で、解体した後にあのチームの子たちがどうしても戻りたいとかいろいろ言ってて、うん、で、だと、うん、いや、なぜ戻りたいっていうか知ってるかって、お前がなんか一番楽だからで、別にお前が教えたわけでもないみたいなこと言われちゃって、うん、それがなんか、まあ、自信がなくなるあれだったっすね。なるほどね、はい、俺に最初言った通り、キャパがいっぱいなんですよの通りだったらエグゼクティブプレイヤーが良かっただろうな。これでも違えんだろうなとは思ってた。だとしたら支配人でやってきた方が俺は絶対いいとは思ってました。うん、今度こそお前の姿で帝殿を超えろ。じゃあ僕支配人やらせてください。うん、やりたいっす。うん、帝殿を超えろ。はい、やりますわ。うん、まあ評価されたいって言ってるあれでももうないんでって思っちゃって、でも心の中では評価されたいんすよ。俺もね、世間では評価されるの遅かったって言われてる人種なの。評価させる術も身につけないとここから生き残れないぞ。はい、まあ俺が言わしてやんないと意味ないんで、やります。頑張れ。はい、ありがとうございます。気まずいなとかないの？あの日言い過ぎたみたいな。そうですね。ちょっとだからなんかユグドラシルまとまってないんですよ、なんか、うん、まあ、今のユグドラシルいる価値ないん。いや、苦手だよ俺のこと。うわ、来たって思ってるだろ。なんでわかるんですか？ここ3ヶ月ずっとそういう目で見てくるから。いや、見てないっすよ、見て。明日19時開けといて。やっぱあるんだ。お酒に任せて、多分自分が普段我慢してるものをなんかストレートに結構表現とかも考えないで伝えてしまったかなっていうのがあって、ちょっと僕の中では申し訳ない気持ちっていうのもあったんですけど、でもなんかミオさんだったら僕のそういう発言とかも他の人とかにうまく伝えてくれるのか、なんかそういう期待も多分僕の中にあったんで、まあさすがミオさんだな。難しいよな、表現の仕方って自由だと思うのよ。あの表現の仕方の本質を捉えたら、どの道組織が改善すべき内容だったじゃん。印象が発言の本質を変えてしまう時ってあるけど、あれぐらいたまんなきゃ発言できない人もいるから。何が変わったの？あの日思いっきり話してみて。まあ、売り上げもアベレージも結構だいぶ上げれてきたかなっていうのは、うん、あるんですけど、その次のステージとか自分が目立てる枠ってどこだろうか、そういうビジョンがうまく見えなくて、まあ、そんなにユグドラシル本店って見てもらえてるお店じゃないんだろうなっていう、まあ、僕の中で勝手に思ってて、だったら違う環境で違うお店でチャレンジした方がいいのかなって思ってしまう時期もあって、うん、ユグドラシルが嫌いってわけではなく、期待してる部分もすごいな。周りが変わった
ってよりは自分の気持ちをちゃんと一番トップの人にちゃんと伝えれたってところがなんか自分の中でのモヤモヤがなくなったかな、うん、まあそれこそミオさんだったら本店をもっといい店に多分持っていけると思ってるんでだいぶ頭がクリアになったそのミオさんが日本一の経営者だと思ってユグドラシル選んだと思ってるまあ別に僕がなんかそんな深く考えることじゃないかな小さい問題って改善されないままのものってここから3ヶ月は出てしまうのね3ヶ月半年かけて小さい問題を消化していくから実際にじゃああの場で全部すぐ解決するよっていうのは言いづらいだから俺がいるから大丈夫って表現使ったんだけどもちろん改善していく前提で組織を触っていくわけじゃんだから改善はされるんだけど時間はかかるものってある中でやっぱりあそこまで気持ちがパンパンに膨れ上がった子が3ヶ月半年見ててなっていう表現ってちょっと気が長いかなと思ってだからあの言葉使っちゃったんだよね俺ができるって言ったら多分そうなるって、うん、まあでも嬉しいなんかユーリとも話したのよなユーリも似たような感じでさ本当に辛いのってさ結果を出したり売り上げが上がったり店のためを思って行動したことが結果意味がないになってしまった時なんでもっともっといっぱいトライし結局俺はケツを拭く仕事だから逆にそこに至るまでの過程に俺がいなかったら彼に俺って必要ない生き物になっちゃう俺の仕事ってね君たちがカリスマへ自立するまでのケツ拭き作業だとケツ汚さずに大人になった子供っていないと思ってるからそういうのもっと挑戦しろ、はい、ちっちゃいことだよって言ったじゃん本当にその通りだから、うん、ずっと挑戦しろもっと言った方がいいだからこの店はダメなんだよ俺は会長って立場で見なきゃいけない人はたくさんいるかもしれないけど前提全員俺の子供だと思ってかかってるから気にしないで電話してきていいよいやーよかったっす遅刻しなかったっすわうぇうぇ昨日すいませんいやでもなんかちょっとすっきりしたっすはい久しぶりに見たっすねだろすまんな最近ちょっとヤバかったんだよねマジで気持ち落ちててさ全然なんか店にもちゃんと出勤してこれなかったからさ確かにノリ軽っまあそれがユニだよなおっすまあいろいろ考えてたんですけどまあそんなもんじゃないはい楽になったんで、うん、はい、3億売っちゃう売っちゃいますねやってやりますよ俺がどうすよ本当にあ天月ゆりはこんなんじゃないぞうんうんうん落ちても上がりますようんやっぱりチキネはなんか俺たちめっちゃ仲悪いみたいになっちゃう冒険勝ちが嫌いなんでさ1000万は何人いたんですか7名ですね7名はい負けたんですけど思った以上になりましたでしたわ君のゴール1回達成しちゃったからねしょうがないんじゃないですか見慣れてるなキラキラすることを捨ててるんであいつは代表って肩書きでよろしくない代表がゴールだ代表の先は見えてた上がりたけ上がればいい